における注目ポイントは、作品はストーリー、作曲、振り付けと進めて仕上げています。天、地、波、風で日々変化する激しい情景を表し、混乱の中人々の思いを一つにし、天女や光を放つ竜の化身に導かれ、穏やかな天空へと導かれる様を表現しています。それでは舞高嶺の皆さんです。お願いします。皆さんこんにちは。元気ないですね。皆さんこんにちは。こんにちは。改めまして、先ほどはよっちょりやらせてもらいました、高根沢から来ました舞高嶺と言います。今回この宇都宮よさこい祭り第1回目ということで、よさこいの踊り子たちと皆様、観客の皆様一体になって10年20年と続けていきたいと思います。よろしくお願いします。構え。
拍手をいただいた皆様に感謝の礼。ありがとうございました。ありがとうございました。はっ、舞高嶺の皆さん、ありがとうございました。